はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス、おはようございます。日吉はるかです。好きなものは可愛いものです。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。ご存知ですか？前回天皇賞秋取りましたね。残り8周、多分これが最後の戦い。私はさす何かご用でしょうか。ちなみに今11月の3週ジャパンカップはちょっと間に合わなさすぎる。あと有馬記念などですね。 WBC も出れます。 WBC が引退レースかな。馬体はいい感じですね。香港バーズかな。デムーロ一回かけてみましょう。ご存知ですか？気合十分ですね。いい感じですね。今週はレースがあります。ちょっとこれはいらないや。そう、ポリトラックですね。いいですね。いい感じです。
いね。さあ香港バーズ行ってみましょう。エグザルタントミスグラッシュ、何かご用でしょうか。チャンスです。状態もついにいい状態で挑みましたね。これはちょっとなんとか頑張りたい。なんとかここで勝ってほしいですね。また3番人気。ただいまより投票受付を開始します。おお、なんか極端ですね。ポルトガイストが1番人気、2番人気はリスグラッシュで、4番人気がパキスタンスターで、我が片の丸ベーサは20丸2つ他が無印という、よく分かりにくい流れやってます。いよいよ香港に乗ってきました。いい成績上げてほしい。さて競馬場香港バーズ、大外っていうのが気になりますね。片のメルペンさん、各馬のゲートインスムーズ、さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。先行するのは何か、ミラージュダンサー、先頭ロストロポービチ、ほとんど馬体が合っています。内を通ってスルスルとクロコスミアが上がっていきました。それから8番エグダルタント、4番ロビンオブナバン、内から1頭2番パキスタンスター、そしてその後ろからラトローブ、その外プリンスオブアラン、これが1番人気のバルトダイスとリードキシュ。この手応えはどうか。まもなく第1コーナー、その後ろでやりましょうか。リスブラッシュ、これをマークするように。12番カタノマルペンサ、イーグルウェイ、もう一度先頭から順番に参りますと、先頭を行く5番クロコスミア、1馬身リード、これを追って1番ミラージュダンサー、外から1頭8番エグダルタント、内を通って4番ロビンオブナバン、2番黒い馬体パキスタンスター、内を通りましてラトローブ、その外からはロストロポービチ、それからもう1頭10番プリンスオブアラン、1番人気の9番バルトライスとビートキシュ、どのあたりで動くんでしょうか。それからこれも人気を集めております。6番リスブラッシュ、まもなく第3コーナー、 G1 を勝ってさらに貫禄を増したカタノマルペンサ、それから11番イーグルウェイ、先頭は依然として5番クロコスミア、ミラージュダンサー、外を通ってエグダルタント、その内からはロビンオブナバン、パキスタンスターがその後ろ。さあ元の相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。先頭行く白い帽子はミラージュダンサー、外から懸命にパキスタンスター、ロストロコービチ懸命に追う、先頭メイヤーとミラージュダンサー、外から一頭バルトガイット、ムチが飛んでいる、バルトガイット、頑張る頑張る、メイヤーとミラージュダンサー、バルトガイット懸命に追う、ミラージュダンサーかバルトガイットか、首の上げ下げ、さあこの一着は際どいぞ。リスグラッシュは全然来てないですからね。ダメだこれ。次は頑張りましょう。5着でしたね。9番、2着、1番、3着、2番以上のように確定しました。出しますけどね、最後のレース。レースを終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。ちょっと戻しきれませんでしたね。何かご用でしょうか。あと2周になってしまった。2回しか調教できないってことですからね、裏を返せば。ご存知ですか。
ちですか？何かご用でしょうか？というわけで、本校バーズ5着でした。まだまだやっぱり簡単にはいかない上に、プラスになってからえらい前残りになってないかな。前に行く馬の方が有利なのかもしれないですね。戸崎騎手は相性がいいのかもしれない。あとはさあ、次走泣いてを笑ってを引退レースです、WBC 思い出のレース、どこまでやれるか分かりませんが、一生懸命走ってほしいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。何かご用でしょうか？ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。